はいどうもみなさんこんにちはトマチャンネルのトマですこのチャンネルでは現型エンジニアのトマが電気電子工学に関連する技術解説を行います学校で学ぶあんなことやこんなことが社会でどう生きるのか知ってもらうきっかけとなれば幸いですご興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたしますはい本日のテーマですモスフェットのスイッチ動作について理解したけど 応用回路について知りたいという方のために MOSFET とあれを組み合わせた低電流回路について解説します初心者の方にもわかりやすく解説しますのでこの動画役に立ったと思ったらぜひいいねをお願いしますそれでは低電流回路とはについて見ていきましょう 回路図はこのようになります。まず、抵抗 R を1オーム、電圧を1ボルト、電流はいくつかという質問になります。こちらはオームの法則より、V イコール IR となります。これを使って計算すると、電流は1アンペアということになります。それでは次の質問です。 今度は抵抗 R を1オーム、電圧を1ボルト、5ボルト、10ボルトと変化させた時の電流値はという問題です。こちらは先ほどと同様にオームの法則で計算すると、それぞれ1アンペア、5アンペア、10アンペアということになります。ここで入力電圧を変化させると、流れる電流は変化してしまいます。 電圧が変化しても一定の電流を流すには抵抗値を電圧に合わせて変える必要があります。電圧が変わるたびに抵抗値を変えるのは面倒です。ここで低電流回路が必要になります。ここでは図を使って説明していきます。横軸は電圧 V、縦軸は電流 I とします。 そうすると低電流回路はこのようになります。電圧が変わっても電流が一定ということです。これを低電流あるいはこの低電流回路というふうに言います。それでは低電流回路はどのような回路に使われているのか見ていきましょう。まずは、 この電子負荷装置になります。電子負荷装置とは電源や電力機器の負荷試験で使用される装置になります次に LED 照明です電圧が変化するたびに LED に流れる電流が変化するので光が明るくなったり暗くなったりしますそれでは使いづらいのでこのような 低電流電源と組み合わせて LED の明るさを一定にしています次にスマホや充電器になります実は皆さんの身近なものにも使われていますそして次にオペアンプですワイドラー低電流回路のようにオペアンプにも低電流回路が使用されていて オペアンプにには欠かせななない重要な回路になりますここでは私の思いつくところを書いてみたんですけれども視聴者さんの中でもこんな回路にも使われているよというのがあれば教えてくださいそれではモスフェットの相棒について見ていきましょう低電流回路にはいくつかの方法があります まずは CRD についてです。CRD とは低電流ダイオードになります。初めて聞くという方もいるかもしれませんが、秋月電子でも売られている部品になります。この部品は低電流回路がワンパッケージになっている部品なので、LED を光らせたいときにはとても便利です。そしてこれを使うと抵抗が不要になるので、 さらに便利です。次にカレントミラー回路です。この回路はとても有名な低電流回路になりますので覚えておきましょう。そしてトランジスター回路。こちらは2個の NPN トランジスターを使った基関型の低電流回路になります。そして最後に MOSFET とオペアンプを組み合わせた 回路になります今回の動画ではこのモスフェットとオペアンプを組み合わせた低電流回路について解説していきますそれではどのようにしてモスフェットとオペアンプで低電流回路を作るのか見ていきましょうこちらが回路図になりますここがモスフェットこれがオペアンプとなります まず、MOSFET の動作としてここ、ゲートソース間電圧を変化させると、ドレイン電流が流れます。つまり、MOSFET のスイッチ動作を利用して、低電流回路を作ります。こちらについて、詳しく知りたいという方は、こちらの動画を参考にしてください。概要欄にリンクを貼っておきます。 それでは、この回路動作について見ていきましょう。電圧 V1 というのはここです。これを 10V、V リファレンスを0とします。そうしたときにどのようになるかというと、まずは MOSFET ですね、がオフとなっています。それなので VR1 の電圧、これ,えー、これソースですね、の電圧というのも 0V というふうになります。 この電圧とこの V リファレンスを使ってオペアンプで計算されます。そうすると V アウトというのは 0V になります。そしてこちらのゲートソース間電圧というのが0になるので MOSFET はオフということになります。次にステップ2は V リファレンス電圧を 2V とします。 そうするとまだ MOSFET のスイッチというのがオフの状態のままなのでこの VR1 というのは 0V というふうになります。そして先ほどと同様の手順で計算するとこのゲートソース間電圧というのは VCC の電圧というふうになります。そうするとゲートソース間電圧が大きくなるので モスフェットはオフからオンに切り替わります。そうすると、このドレイン電流というのが流れるようになります。そしてここからはステップ3になります。モスフェットがオンとなったので、ドレイン電流が流れます。そしてドレイン電流が流れると、この VR1 の電圧というのが上昇します。 この VR1 の上昇とともに、このゲートソース間電圧というのは下がっていきます。そうすると、MOSFET が今度はオフという状態になります。そして、この動作を繰り返していくと、またステップ2という風になります。このように、MOSFET の オンオフ動作ですね。ここでいうステップ2、ステップ3というのが繰り返されて、ドレイン電流が一定の値に収束します。これが低電流回路の動作原理になります。そして、ドレイン電流の計算式は、このようになります。複雑そうに見える式が、とてもシンプルな式になりましたね。 この式からドレイン電流を多く流したい時には V リファレンス電圧を大きくするあるいはこの抵抗 R1 というのを小さくすればいいということがわかりますそれではオペアンプと組み合わせると何が嬉しいのかについて見ていきましょうオペアンプにはいくつかの得意技があります 一段にするとこんな感じです。上から順番に、まずは増幅回路。これは小さい信号を大きい信号に変換することです。そして足し算、引き算、掛け算、割り算といった計算もできます。その他にも、保証器、制御器、フィルター回路、発信回路など、 たくさんの得意技があります。先ほどの回路では説明をわかりやすくするために省略した回路があります。それは保証器、制御器になります。保証器、制御器の役割としては、MOSFET のオンオフ繰り返し動作を安定的に行うようにすることです。それでは、 動作原理が理解できたところで低電流回路の実験について見ていきましょうそれでは低電流回路の実験をしていきま,すまずはじめにオペアンプがないモスフェットのみで実験していきますこちらがモスフェットとなります回路図はこんな感じになります そしてドレイン電圧というのを今 5V に設定します。そしてこちらが今ゲートソース間電圧になります。今 0.848V となっています。ここから電圧を上げていくとどのようになるのか見ていきましょう。ゲートソース間電圧を上げていきます。 そうすると、今、電流が流れてきましたね。今、1 m a アとか大きくなっています。どんどん大きくしていくと、これぐらいになります。2.805V となっています。電流は1 0 m a アという風になっています。この状態で、ドレイン電圧、今 5V の状態を大きくしていくと、 皆さんどうなるでしょうか予想してみてください。どんどん電圧を上げていくと LED に電流が流れて割れますかねちょっと見ていきましょう。時々ですね。電圧をどんどん上げていきます。そうすると、電圧を上げているにもかかわらず1 3 6 m a ア ようですね、今電圧はどんどん上げて 15V になってます。電流は13.7とか一定ですね。もっと上げていってみましょう。今 20V になりました。電流が一定です。皆さんの予想と合ってますかこれなんでこうなってるかというと、こちらゲートソース間電圧を見てみてください。 先ほどは2 8ボルトぐらいあったんですけど、1 6ボルトぐらいに下がってます。もう一度電圧をゆっくり下げていきましょう。そうすると、ゲートソース間電圧は徐々に上がっていくはずです。上がってきましたね。今2 9ボルトぐらいになりました。電流は9 9ミリアンペアです。これは今、 ゲートソース間電圧のところに抵抗がついているので、この抵抗と抵抗に電流が流れるとですね、ゲートソース間電圧が減っていくというふうになります。ゲートソース管が減っていくので、リミッターがかかって、モスフェットがオンになってない状態ということになります。それではオペアンプと組み合わせて見ていきましょう。先ほどの回路に、 オペアンプを追加しました。オペアンプはこちらになります。先ほどの説明でドレイン電流の計算式はこうでしたね。実験では R1 抵抗値を330オ h にします。抵抗値が固定なので、この計算式から V リファレンス転圧が変化すると、それに連動してドレイン電流も変わります。 それでは実験で見ていきましょう。こちらがドレイン電圧となります。今 5V に設定してあります。そしてこちらが V リファレンス電圧となります。電源をオンします。今 2.1V ぐらいになってます。そしてドレイン電流が6 7 m a ア流れていることがわかります。抵抗値 R1 が3 3 0オームなので、 V リファレンス電圧を 3.3V にすると、ドレイン電流は 10mA になります。それでは本当にそうなるか見ていきましょう。V リファレンス電圧を上げていきます。今、3.3V ぐらいになりました。電流は 10.4mA ぐらい流れているので、理論計算式の通りとなります。それではドレイン電流を、 5ミリぐらいにして、ドレイン電圧を上げていくと、どのようになるか見ていきましょう。今、5ミリアンペアにしました。そして、ドレイン電圧は5ボルトです。ドレイン電圧を上げていきます。今、10ボルトに設定しました。電流は5ミリアンペアのままです。さらに上げていきましょう。今、15ボルト。 電流は5 m a アのままです。さらに上げて 20V にしました。電流は5 m a アで一定となります。ドレイン電圧を変化させてもドレイン電流が一定であることから、この低電流回路は成功ということになります。m スフェットとオペアンプを組み合わせた低電流回路について、 簡単にできることが理解できたのではないでしょうか本日の解説は以上となります。ご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければいいねとチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。